どうもー、どうもジェニーです。どうぞよろしくお願いします。ということでね、12月21日、今日も競馬話ね、やらしもんですねってマジでこれ、時が来た。もうそれだけってことで、もう本当に、時来ました。まあ今日もね、佐賀の11レース、マイネルハレオ、それから佐賀12レース、まあ、スマイルビオラ、まあ2連続でね、まあ、スマイネル軍団出走なんですけども、時は満ちたってことで、明日、もう、これは、もう言っていいかな、本当に。俺たちの有馬記念って、中山4レースだよねっていう。明日のね、まあ、メイクデビュー、新馬戦で、我らがスマイネル軍団から、まあ、初めて、JRA 出走ってことで、うん。まあ、JRA 馬主としてね、正確には、まあ、JRA のレースは過去、プロバイドがね、2回走ってはいるんだけども、いよいよ JRA の馬主としてこう新馬戦を迎えるというわけだと。うん、いやーもうほんとね、来た、とうとう来たっていう、うん、おめでとう、ありがとうございますってことで、いやもう、でもただね、これはゴールじゃないんだよ、むしろこうスタートってことで、うん、むしろこっからが始まりなんだよってことをね、まずは、思わなきゃいけない。うん。そこだけ本当よろしくメカドックっていう。うん。小原さんツイートしてたっていうね。そうそう。やっぱりみんなで、たどり着いた、まあ、この地なんで、本当にね、この歴史、まあ、馬主になって8年半、で、配信始めて10年以上か、うん、11年。もうそのやっとたどり着いたこの場所。どんな眺めだろうなっていうマジで。うん。着賞金700万っていう、まあ、本当ね、賞金もまあ破格なんだけど、まずここに、この地に建てたということ、これをこう喜びたい、明けおめ、ことよろってことで、未来の人ですかっていう、そうそうそう、専門誌の出走なの中山のレース、わかんない、うん、でもまあ、当然、そんなね、印をこういきなりもらえるようなものでないことぐらい、そんな甘い世界じゃないことぐらいは分かっている、それはね、事前の、なんていうの、その購買情報から遡ってもさ、どっからどう見ても一番最安値じゃん。うん、最安値更新みたいな。分かっている、それは。うん、ただ、生かしてくれと。世の中金じゃねえと。実力、努力と実力で超えられるものいくらでもあるよねっていう。うん、そこな。夕方から待つのとか不吉だわっていうね、ちょっと北の方角を見ましょうみたいなね、視聴性が見えるかもみたいな、そうそうそう、メリーハゲリマスっていうね、あ、メリーハゲリマスね、ますますハゲリマスみたいなね、そうそう、まあ、クリスマスもね、まあ、来週ってことで、うん、まあ早めのサンタさん、まあ、来ちゃうかなみたいな、まあ、そんな予感してるんですけどみたいな、そうそう、有馬の日に、そう、よりによって有馬の日っていうね、まあこれ、まあ、ある意味忘れない日になるなというのはあるんだけど、もうな、有馬の日って、この出走馬主ですら、馬主席取れないレベル、どうすんだよ、これっていう、マジで。うん。だから、もう、早めに来てくださいって言われた。早めに来たら、分配できるんで、分配って配給かよ、みたいな。分配できるんで、みたいな感じで、まあ、早めに来てください、みたいな。言われた、マジで。だから、それでも、まあ、もう本当にギリギリの人数分だけみたいな。だから入場券、普通だったらもうなんか、入場券なんていうのかな。入館証みたいなのは席ないけど入れるよみたいなのもあるんだよ。うん。でもそれももう制限されますみたいな。やばくね、本当に。まあそうなんだけど、まあ、有馬だからね。よりによってそこに当たりました。持ってるね、俺みたいな。うん。そうそう。これから車運転するから見れないはトリマーを使う。あ、お疲れってことで、ね、音声だけでも聞いといてくださいみたいな。そうそうそう。ネット系バスの7番に、お、マジでそんな真ん中ぐらいいただけるのマジで。全然そのなんか人気だけ見たら、なんか勝負圏内、ね、真っ盛りみたいな、そんな感じじゃねみたいな。まあいうことで、今日は一応、ハレオ、それからビオラの、まあ、レースをお届けするんだけれども、まあ、ね、当然みんなもね、気になるだろう。俺も気になる。うん、明日の、まあ、中山4レース、俺たちの有馬記念、ダート1200メートル、メイクデビューってことで、まあ、やっぱそこを、ちょっとね、みんなで見ていこうかというところね、そうそうそう、新聞くらい変えよう、せっかくのデビュー戦なのにクソ野郎ってどういうことだよって、まあ、今俺帰ってきたとこよ、出張から、今、Now、買える暇ないよねっていう。ちなみに俺新聞ほんと買ったことないんだけど、でも明日競馬場で買えばいいんじゃないのそれ。明日競馬場でなんか、中山、なんだっけ、船橋商店か。うん。の、駅前で買ったらいい感じだよねみたいな。ちょっとよくわかんない。俺どこで買ったらいいのその新聞。まあコンビニで買えばいいって話なんだけど、うん。ちょっとなんか、ね、レイプロじゃないよね。レイプロももちろん、束でもらってくるから、束で。そうそうそう。もうなんか、紙袋持ってかないと。うん。今からリーブ21みたいな。なんで今から気配さなあかんねんっていう。どういうことみたいな。中央で、デビューおめおめってことでありがとうございますってことで。やっと。ほんとね、やっと来た。もうここまでの道のり、ほんとね、もう長い、険しい。もうほんと死にかけたことも何度もあったよ。うん。まあ今も死にかけてるけど、もうやっと来たよ、ここまで。よかったよ、本当にっていうね。そうそうそう。コンビニで買えっていう。まあ、コンビニでもね、なんていうの、そのなんか、要は、ブック的な、8的な、ああいうのって売ってなくない？あの辺を買いたい。まあ、新聞というよりも、その専門誌的な感じ。あれ買っときたいんだけど、マジで。松野のダバブレスから見つけて、JRA とかよくやった、ほんまに。ダバブレスって言ったら、初勝利一応、あいつなんでね、ダバではないんだけど、ほんとね、なんか、もうほんとだ、もういろいろやられたよな、まあ、クソエージェントみたいなのに絡まれたりとか、まあ、ブレスもね、まあ、馬に罪はないんだけど、まあ、結果なんか、おい、こいつちょっと完全になんか病気持ちじゃんみたいな、まあ、そういうの回されたりとか、250万とか、マジでクソ高いんだけどみたいな、とか、散々あったよねみたいな、うん、そんな中でね、なんか、ようやく、ほんと、ようやくもんと乗り越えてきて頑張ってよかったっていう。もちろんここゴールじゃない、何度も言うけどスタートだから、うん、こっから始まる物語みたいな、そういうことだからみたいな、うん、そうそうそう、明日は新馬でゴール板まで走れるように乗ってる、まずはそこよね、まずは完走、本当に、うん、やっぱその欲は出してるんだけど、ワンチャンないかなと思ってるけど、まずはやっぱり完走、うん、もうそこが、大前提だよね。そうそうそう。険しいっていう。険はね、わしくないよね。険は残念ながらわしくないみたいな。まあ、ただ、もう本当にね、その、なんて言うんだろう。なんかもう全然レース、なんて言うんだろう。その、出し切ってほしい。うん。その能力を出し切ってほしいなっては、すごく、思いますよ。まずはね。明日千葉競馬場行くの、千葉じゃなくて中山競馬場。まあ、千葉なんだけどね。なんか船橋商店の駅ですっていう。相競馬の勝負服、実現化かっこいい。そう。まあちょっとね、コントラト、C ってことで、こちらです。はい。これ俺が着たやつね。俺が着たやつが着てるやつ。まあちょっと今、プロテクターかかってるって、当落までかかってるからちょっと見えにくいかもしれないけど、これを、まあ、野中裕太郎ジョッキーが、まあ、着て、JRA の舞台を走ると。まあ、ある意味、プロバイドの時は俺まだ免許持ってなかったから、中央のね、この中央の俺たちの勝負服を着て走るのは、初よ。やべえな、マジで。今多分、そのネット競馬とかはまだ俺のその勝負服登録ないから、ノーデータとかなってるけど、まあ、これだぞ、マジで。これ着ていくみたいな。しかも、めんこも作りました。はい。マンコじゃなくてめんこです。はい。作りました。それも、この勝負服に合わせて作ったんで。その辺もちょっとパドックでみんなで、キャップルなりなんなりして、ちょっと張りまくってくる、マジで。5着まで来たら拍手する。まあ、まずね、本当でも、その一番目標としては5着、その賞金というよりも次のレースに向けての優先出走権。まあ、やっぱこれを取りに行くっていうところかな。で、1回使えば当然馬も変わってくるし、ちょっと大きい馬なんでね、500キロ近い。なんで、まずはそこ。そうそう。でもさ、なんで機種乗せるのかねっていう。まあ、一応俺的には、まあ、ちょっと野中ジョッキーには申し訳ないんだけど、一応松岡ジョッキーを指名していましたと。で、ご存知の松岡ジョッキーは、騎乗停止なんで、どうしようかなって考えてたときに、まあ、2つあって、1つは、同じエージェントが担当してるわけね。ヒロシが担当してる中で、まあ、北村、それから、海老名で野中と、いうところ。で、もう一個は、俺が、その、行ってる銀座の、その、いわゆる、こう、騎乗、なんだろう、スタイルを、こう、出世というか、練習する、まあ、その、乗馬じゃない、まあ、競走馬なんだけど、の、行ってるところに、野中ジョッキーも通ってるみたいな。なんで、なんて言うんだろう、スクール友達みたいな。スクールかよ、これ。スクールなのかな、クラブ友達みたいな。そういうのもありみたいな。外人ジョッキダメなの。まあ、ご覧の通りなんだけど、外人ジョッキ一人も乗ってないんだわ。っていうのもやっぱね、2歳馬とか新馬とかってもうどこに飛んでいくかわかんないみたいな危険。そういうリスクは一切取らないみたいな。いうことで、はい。どうも、ジェインです。どうぞよろしくお願いしますってことでね。ガッチャン&デスクトップってことで。そういうことなんですよ。野中裕太郎、生まれ12月、29日、出身、福岡県、今月37戦中入選5回ってことでね。まあ、ちょっと地方とやっぱ勝率とか、いろいろ違うと思うんだけど、下手ではないと思う。美穂の20位以内に入ってるし、まあなんだったら松岡ジョッキーもね、勝ち星はちょっと上ぐらい、なんで、全然いいよねみたいな、まあこんな感じでっていう、まあ前日、まあ多分まだ、これはなんか想定オッズみたいな、予想オッズだよね、感じなんで、まだまだなんですが、まあ一応、野中ジョッキーで、初出走というところですみたいな、内枠だけど前行けないときついねっていう。そう。だから、もう何が何でもやっぱり前に行くっていうところは、もう当然だよね。ここはもう指示がっつり出していく。もうとにかく逃げろ、戦法。だこの辺はセンスの良さで、いけるんじゃないかなとは思ってんだけどね。あとはもう本当、どんだけ持つかみたいな、最後、我慢できるかっていうところにはなるかなとは思うけど、馬の調子どうなのって見てみようか。俺な、ちょっとな、マジで、ちょっとね、レースもちょっと見ながらなんで、35分発送ね。ちょっと順々にいくけど、スミヨン、どうしたみたいな。スミヨン、どうしたなかったみたいな。俺今、ちょっと今帰ってきたばかりで、今日まだ競馬見てないけど、アキラくんなら、アキラくんは、ドクターコパだから、まあ、ナナコちゃん、しかも関西からわざわざ持ってくるかよ、的な。何それみたいな、感じ。まあいいんだけどね。別にいいんだけどっていう感じなんだけど、じゃあ、だったら関西出しとけよって話なんだけどね。ゲートはどうなの？まあ普通？なんか普通。まあ、なんていうの、ちょっとじゃあ、旧車コメント見てみようか。旧車コメント。はい、ドン。まずは旧車コメントいってみよう。で、スマイルオーレのね。ほら、な。これ大事、本当に。感性のいい馬。これな。これっていうのはやっぱりその、要はジョッキーに対して素直に反応するとか、ずぶさっていうところに対しての、まあ、ポイント、感想として感性のいい馬。まあ、だけど、追い切りでまだちょっと重いんで、ラスト甘くなったねみたいな感じを、まあ、松山先生言ってたみたいな。そんな感じ、これ大事ね。まあ、一応、丸みたいな。何が丸だよってちょっとわかんないけどね。まあ、でも、やっぱり新馬戦だから、まだちょっと、一息みたいな感じのこうで、三角、三角、三角みたいなあるから、多分だけど、割と、その、9大点、ね、やれることは、もう、松田先生も、やれることはやりましたと。想定通りの日の、まあ、中山戦に入れたし、これは、ね、やっぱ馬主さん持ってますね、と。だから、やれることやった。もう、あとはもう本当に、馬の潜在能力、もうこれにかけるしかないみたいな、ところ。ほんとそれだけ。スマイルオリオン、松山正調教師っていうことで、はい。稽古の時計は悪くないけど、まだ息は重い。物はいいので、整えば走りそう。競馬服より。なほらだから、あくまでも今回みんなスタートだと思って。あくまでも今回はスタートだと思って。もうそこはそう思ってほしい。温かい目で見守っていただけませんかみたいな。主さん、マイネルテンプスの単勝5万突っ込ませていただきました。ありがとうございます。よく言ったな、みたいな。でも、2倍ついたよね。2倍ついたよね。よくつくなと思って。いや、全然、こっちとら圧勝、ムード、ムンムンだったんだけど、ね、よくつきましたね。おめでとうございます。ってことで、よかったら、ちょっと、1割バックとか、お願いします、みたいなね。スマイルオリオンの、なんか、ご祝儀いただけませんかみたいな。マジの、有馬予想せやろうってことでね、有馬、お前、俺たちの有馬記念は、お前、中山4レースだろうっていうね、こっちで今、パンパンです。これ終わらないと、俺何も頭動かないレベル。でも、愛ちゃん、いっちゃうんじゃない普通に。アーモンドアイ、普通にこなしそうな感じするけどね、やっぱ、恥ずかしい列はしないと思いますっていう。なんで、この、感性のいい馬っていうのは、俺、本当大事な話。要は、馬の能力あっても、全くもう走る気ない、そのジュピターみたいな、ああいう馬もいるわけだから。だから、そういうところ考えると、大事だなと思う。そうそうそう。うるせえよ、スマイルピッカピカって。うるせえって、お前、喋らなければお前配信成り立たねえだろうとか、黙ってもシーンしてたって、お前、JK の晩ご飯配信じゃないんだから、あーんって、やってたのは俺です、みたいな。うん。それはもう、あーんするわ、みたいな。そうそうそう。いうことで。なんで、まあ、初戦からどうだっていうのは、もちろん、このうちの馬だけじゃなくてね、どの馬だってそうだよっていうね、読んでみたらわかると思うんだけど、うん。だから、今の時点で、もうこの感性、うん、で、やれるんじゃないかな、みたいな。ところあ、ちなみに何、ブック、丸、なんかついてるな、まあ、三角でもなんかもう、バツでもなんでもいいんだけど、なんかついてるJRA の、馬中に松戸市の名前。あ、なんで泣くんだよ、そこで。あっていいだ、それ。なんであかんねん、みたいな。うん。そうそうそう。一応見てみようか。まあ一応公式ね、なんかの間違いじゃないかって一応俺も確認をしなきゃ、なんか実は免許取れてなかったみたいな、ね、可能性はなくもないからみたいな。そうそうそう。明日ちょっとね、そう、一回さ、JR の競馬場行ったのに、馬主免許持ってくるの忘れて、もう相当迷ったんで、レーシングカレンダー出、これか、クリックってことで、うん、無印です。あ、そうなんだ。感性だけでは印はつかないのかみたいなね。そうそうそう。吉富会長の豚骨ラーメンが一番なんだよ。松野ってことで、何のこと言ってるか全くわかんないっていうね。もうちょっとその前後の文脈を埋めてくださいみたいな。そうそうそう。ついてなかった。マジか。まあでもそんなもん。まあ、それは何をもとに言ってますかみたいな話はあるけどね。一回もレースやったことない馬に対してみたいなね。うん。そうそうそう。なんで俺はそんなにね、まあ、特にね、まあ、地方だったら農研とかもあるかもしれないけど、その差がないかなと。うん。まあ、こんな感じでね。やっと、まあ、来ましたってことで。うん。まあ、こういうことよな、ほんと。やっとここまで来ましたっていう、マジで。うん。感性はいい馬だけど、馬主の頭皮が×なのでしばらく様子見が必要って、俺の頭皮関係あんのかよって、これも。なんか何回も見て、あらゆる面において、馬主としての頭皮関係ありますこれ。もう一応確認なんだけどっていう。そっか、本当になんか影響あるんだったらちょっといろいろ考えます。AGA とかいろいろ考えますっていう。オリオンの服にご祝儀で10万つく、マジでちょっとドキドキしちゃう、俺。なんか、TSL でなんか異常って検知そうなぐらいね、ちょっとドキドキしちゃうみたいな。そうそうそう。オリオンの馬券記念に買うの。いや、それは買うよ、やっぱり。うん。俺、未だにジャパンの馬券も持ってるし、やっぱりね、買う。それは。まあ、やっぱね、これを、やっぱり俺はこっからスタートしたんだっていう、JRA。っていう記念は、俺結構ちゃんとそういうの取ってある。うん。今までの馬もね、そうそうそう、行けたときは、買ってますよ。あとは、代わりに、誰か買ってくれてたりとか。うん、そうそうそう。スマイル AGA、なんかもうスター生命ですかみたいな。うん、そうそうそう。場面意味、笑顔プラスオリオン座っていう。まあ、これ、別にね、なんか俺が指定したというよりも、もう松山先生がまあそのままさっと入れてくれたみたいな。うん、まあまあ、そのままですけどね、みたいなね。そうそうそう。なんで、まあ、血統もね、俺が、まあ、今見ても、ああ、本当にいい血統だよね、配合だよねっていうふうに思える馬なんで、うん。まあ、なんら問題ないよねっていう、そんな感じかな。まあ、本当、あとは無事で、うん。もう無事で回ってきてくれというところだよね。大型馬なんで、まあ、こういうのも出るんだね、これ。中山5レース、非当選っていう。うん。まあ、抽選もね。うん。そうそうそう。でも当たったら換金するんでしょ。いや、しない。今、換金しないで、そのまま60人去った馬券もいっぱいあるよ。だからそれ100円だからね、100円。うん。だからもうその、換金用とそうでない用にちょっと分けて買おうかなとは思ってるけどね。うん。そうそうそう。ブレスだけど、しんちゃんのこと許さないよっていう。まあ、君は本当にもう俺としては能力が至らなかった部分ではあるけども、ただ、まあ、ブレス見ててくれと。お前を経て俺はとうとう中央に来た。しかも、お前を管理してた松山先生と一緒に俺は中央の舞台に立つことができたよ。これはやっぱ運命だと思ってる。うん、だからしっかりとな天国から俺を見といてくれ。ブランチタイム。まあ、8時ね、ブランチタイム。まあ、この辺もなんか、なんていうんだろう、置きに行く感じじゃないけど、やっぱり、なんていうんだろう、まあ、安心感、安定感あるよね、みたいな。スマイル励ますの、笑顔、馬の使命っていう、そんな並びある、これ。そんな並びあるのみたいな。しかも、文字数はギリギリ OK みたいな。そうそうそう。まあ、いうことで、うん、明日のね、11時、何でしたっけ ?11 時5分ぐらいかなうん。まあちょっとね、その、馬主席は争奪戦になるから、先着順みたいな感じで。なんで、まあ開門7時半しかも。で、アーモンドアイ出るからもう相当混むみたいな感じで。うん。なんでもう、ほぼほぼ多分7時ちょい過ぎぐらいにはもう現地行って、で、まあ俺は関係者口から入って、で、まあ、皆さんの、買い物ダッシュを、まあ、動画でも撮っとこうかな、みたいな。まあ、そんな感じ。そうそうそう。ハレオのパドック、あ、マジ始まってる？ちょっと見ておこうか。うん。ハレオのパドック始まってますよ。ということで、これかな？ライブ中継クリック。まず今日、まず勝とうか。まずはそのなんかね、ちょっと勢いつけとこうよね、みたいな感じはあるよね。うん。ちょっとね、すいません。パソコンがボロいんで、最低画質でお届けしております。そうそうそう。機種は野中塾長なの。塾長なの？ちょっと塾長のちょっと意味わからないけど、まあ、一応塾長です。はい。うるせえな、ちょっと待って。ちょっと、相当うるさい。ちょっと待って。こんな感じかな。うん。塾長ってどういうこと？まあ、俺の、その通ってる、その銀座の、乗馬クラブ、まあ、シミュレーション型のクラブと、で、なんて言うんだろう、にもいますみたいな。それつながりもあるんで、まあ、こういうご縁って大事だよねって感じ。うん。そうそうそう。マルク。何番だっけ？うん。そうそうそう。ロジスプリンだけど、オリオンはこっちの世界をよ。もうお前本当に話さなくていい。もう一生お前はコメント書かなくていいわ。うん。ちょっともう、やりすぎです。はい。せっかく拾ってやったのに。うん。ハゲ。ただの悪口かよ、だから。悪口かね。左上のハゲって俺じゃねえかよ、だからそれ。俺じゃねえかよっていう。うん。いうことでね、もうハレオなあ、まあちょっと、まあハレオもね、そんなにこう、万全じゃないというか、まあ、どうかな。お、元気だな、なんか。お、今のハレオですっていうね。そうそうそう。いや、もう本当ちょっとね、まあ、こいつもすごい、添えが痛いみたいな感じでずっと言ってるから、それがね、まあ、治ってくればと思うけども、休ませるっていう感じでもないわけだよね。それ、そうそうそう、暴れてる。まあ、暴れるぐらいの元気あるのは悪くないよ。悪くない。それはいいこと。元気するぐらいがね、どっか行ったね、どっか飛んできましたみたいな、そうそうそう、一瞬、まあ、一瞬ね、ちょっとどっか行っちゃって、まあ、ちょっと落ちてなければいいんだけど、そうそうそう、ね、なんか珍しいっちゃ珍しいよね、俺が初めて競馬に乗った馬みたいな、ぐらいなんだけどね、そうそうそう、もうクルーズさん、これ来てんの？これまだ？これ来て、どうなってんのこれ。まだ来てないのかな？ちょっとしばらく待とうか。どうも、クルーズさん。本日来てくれてありがとうございます。ということで、地方競馬で馬主やってます。ジェリンです。どうぞよろしくお願いします。ということで、中央の免許も昨年取りまして、なんと明日の中山4レースで、JRA 中央競馬にて、私、初出走を迎えます。まあ、中央競馬も8年半やってるんですけども、このコミュニティで、新馬を買い、馬名を募集して、その名前をつけて、その馬が走るっていうのを8年半やってきました。はい。で、そして、いよいよね、地方競馬から中央競馬へってことで、頑張って働きまして、免許を取り、明日、そのスマイルオリオンっていう馬、で、デビューします。中央競馬でね、そうそうそう、有馬記念の裏です。裏というか、有馬記念の前のレース、4レース。で、デビュー、デビューです。ちょっと待って、音入れます。はい。このレースは、3番だっけ？ 3 番。3番の馬、4番？ 3 番かな？ 3 番か4番。の、マイネルハレオと馬がうちの馬です。はい。よかった。終わった。523キロプラス19キロ、松井信也56キロ、2番ダイネピット406キロ、ハゲは関係ないよねって言うから、なんか新しい勝負これ56キロ、何新人？3番マイネルハレオ449キロプラス3キロ、なんだっけあるある探検隊の西川君のが乗り移ってますっていう。4番スーリーズ3番で59キロ、なんか見逃した。3番もう過ぎてた。川島拓54キロ、あれ移った？俺ちょっと見てなかった今。5番アソボー459キロプラス1キロ、パイパンではありません。ただ下半身の毛は剃ってますっていう。そこなっていう。6枠6番坂ダッシュ、どうなの今日？487キロ決まってんの？15キロ、鮫島達也56キロ、映ったっていう。映ったよかった。6枠7番ベルビサージュ、新馬戦は大事に乗らない。ルベルどころかデビッドタクト大事に乗らないから、まあ何とりあえず7枠8番オーサムダン、日本人の中でみたいな関東の中でみたいな。世の中ジョッキーは、ちょっとこう、なんだろう、知り合いの知り合いみたいな感じだから、なんか割とそのうち、まあ、仲良くなれるかなっていうところも見越してみたいなね、ところもあって、今回、はい、合意に至りましたみたいな。そうそうそう。で、今日、機種作戦なんてされたっていう。今日は、いや、もう、ハレオはいつも通りだよ。彼はもういつも通り、もう後方から残り6ハロンで勝負かけるみたいな。おお、すごいな、これ。岩永千秋、完全に持ってかれとるわな、これ。これ、草競馬の俺じゃん、これ。これ草競馬の俺じゃん。こんなんで乗れんのこれ、11番。お草競馬の俺じゃん、これ。そうそう。マイネの羽は今年の成績18戦2勝。スマイビルは今年の成績18戦2勝。なんかね、これもう3勝3勝になっちゃうのかなみたいな。そうそうそう。引っかかってるね。開始までああなるって、あれは、下手くそです、普通に。うん。あれはもう俺です。完全に。草競馬の俺。これね。これは下手くそだからこうなっちゃうんですっていう。8番人気。あ、そうなんだ。結構ね、オッズは美味しいかなみたいな。そうそうそう。いうことで。ちょっとハレオの回収は見れなかったんだけど、マジで。そうそうそう。4レース、外国人全員空いてるやん。依頼してもダメ。そう、やっぱね、2歳馬もう2歳馬って、要は、右へ飛んでいくか左へ飛んでいくか分かんない。要は調教がそんなに十分じゃないから、慣れてもないし、レースに。うん。だからそんな馬には、まあ基本乗れません。まあ、車体さんのまだ乗っていいけどねっていうレベル。まあそういうもんなんだよ。まあ実際はね。だから、まあ乗らないよねっていう。多分関西もまあよっぽどね、キャロットとか、なんか、サンデーとかいうところでね、もうバリバリってなれば、それは乗るかもしんないけどみたいな。なんで低画質なのパソコンがボロいからですっていうことで。女だからなってことで。まあね、その女のジョッキーでも、柔らかく別に引っかかるかかからないかって、その状態まで持ってかれないように前もって止めるみたいな方は絶対できるんだよ。だから、ああなっちゃったらもうね、誰もどうにもなんないよ。女だろうが男だろうが。もうほぼほぼ無理なんだけど、ああならない前にしっかりとこう止めるというか、折り合うというかっていうのをやらなきゃいけないので、ああなってしまう回収までっていうのはもう馬もしんどいし、人もしんどいしみたいな。だから最後、人も追えないよ、だから体力残んなくて。高性能 PC 買えっていう、金がないんだよ、だから。こんだけお前も馬持ってても金あるわけねえだろっていう。のが言ったら今年の成績727戦25勝っていうね。だからまあ、中央と地方はまあちょっと違うといえどもさ、まあ20勝以上してたら、普通ぐらいなの？どうなの？中央だと。まあもちろんね、年間100勝とかね、全然するジョッキー、まあリーディングではいると、それは分かってるけれども、それはもうね、サンデーとか、キャロットとか、もうそういうね、上位層のカルコバゴトホールディングスとか、ね、アドマイヤとか、そういう上位層のもうものでしょ。だからそこはもうなんかね、住む違い違うということにだよね、もう言ってしまうとね。そうそう。俺が入選したら日本製の PC 買いましょう。あるよね。でも意外と、なんか5着ぐらいだと70万。5着だと70万。これね、意外と、ということは、園田のなんか B クラス、さっき言った、先週、テンプス買った賞金の方が高いんだけど、みたいな。なんかちょっと複雑、なんか結構、あれ、もらえる気がしてたんだけど、意外とないね、みたいな。感じしない？なんか、期待しすぎなのかな、これ。70万でした。そうそうそう。ルメールこと158勝。高っていうか、でかっ。どんだけ多いねん、これ。まあまあ、そういうね、片打ち、目打ち、まあ、馬が集中してるんだよね、いい馬が。まあ、それは上手だからってことなんだろうけど。だから俺たちは、まずは、当然、新人馬主なんで、まあ、下からしっかりと、這い上がっていこうぜっていう、そういうことだよ。そうそう。3着にしそうな予感っていう。どっち？ハレオ？オリオン？3着だと180万ね。まあまあ大きいっていう。まあもちろんね、全然、ね、入着すれば、この賞金以上に次のレースの優先出走権がもらえるっていうのは、もう抜群にありがたいから、まあ目指すはやっぱり5着以上。まず入着ね。ここを、目指していきたいと思います。はい。そうそうそう。42位、壇の大勢、26勝。壇のって誰だっけ？壇のって。もう最近のジョッキー、43位、野中裕太郎25勝、44位、川又健二24勝ってね、で、まあ、美穂では19位、なんで、まあ、美穂で20位以内でお願いします、みたいな、で40位以下は、もうちょっと勘弁してもらえませんかみたいな感じでお願いしてみたいなね、そんな感じでした。うん。馬主がはけてる場合は賞金5割引きだってよって、どんなルールやねんだから、もうほとんど5割引きやっけ、そしたら、みたいな。じじいばっかりだよっていう、忘年会行ったら、そうそうそう、3分前、ね、いうことで、ちょっと馬券買う方はね、お急ぎくださいということで、そうそうそう、中央初馬券内見たいっていうね、まあ、っていうか中央、プロバイドは行ったんだけど、ある意味実質、これが初めてと、初出走と思っていいんじゃないでしょうか。うん。なんでね、馬券というよりも入着、まずはね、で、入着1回でもしたら、じゃあ次は馬券、ね、そして勝利みたいな。うん。で、段階的に目指していったらいいなとは思ってる。うん。中山見に行くのってことで見に行きます。はい。もう本当ね、有馬記念っていう一番、有馬記念以外のレースに出走する馬主として、何らメリットのない日に、新馬戦が組まれるというね、そして俺のデビュー戦というね、もう持ってるな、俺って思うけど、でもね、一生の思い出になるんじゃないかなとは思う。うん。豊かキス絶好調、馬質抜けてたとはいえ、年間200勝オーバーは、あ、そうなんだ。うん。ね、さすがって、やっぱね、実力あるジョッキーはね、やっぱそうやって馬も集まるし、一戦と勝ち星がやっぱ上がるっていうね、それはそうだよね、みたいな。うん。馬主の忘年会あったから、中山の、馬主協会の忘年会でね、司会が徳光さん。うん。で、ありました。そんな派手な感じじゃなかったけど、おじいちゃんばっかりだからね。うん。50位、北村博士19勝、57位、田中勝原17勝、60位、枝照夫17勝ってことだよね。やっぱこういうところで、なんか思うのは、いいジョッキーにやっぱ乗ってほしいところはあるっちゃある。うん、ただ、車台系とかのジョッキーはもう無理だから。うん。やっぱこのね、全体でとやっぱこの40位から50ぐらいからね、狙っていくのかなとは思うけどね。うん、そうそうそう。馬券買えよって。俺は賞金入るから、買ったら。うん、別に馬券はね、必ずしもみたいな。皆さんお楽しみくださいみたいな。うん、ハゲダッシュしますかしませんね。もう走り回ったらこんな有馬の日に、もうぶち殺されるよ、マジで。うん。ほんともう、マジで格式高い中央競馬様ですから。そこちょっと頑張っていこうぜみたいな。そうそうそう。観客多くていいじゃんっていう。いや、でも観客多くたって、自分の馬主席すら確保できないっていう状況。うん。これどうよみたいな。そうそうそう。新馬戦の中でもかなりの人に応援してもらえるレースだな、感謝してるよって。見られることは見られるよね。うん。で、仮にそれで馬券当たった人は多分一生応援してくれるだろうし、そういう意味ではありがたいよ。もちろんありがたいけど、なんかもうちょっとゆっくり見たいわみたいな。もちろん2戦目以降はね、ゆっくり見れると思うから、それでね、ちゃんと堪能しよう。もしくは、席もね、たくさん用意できるんで、うん、ちょっとグループで行こうかなとは思ってるけど、そうそうそう。うん、ネクタイの裏赤でしょ。どうしようかなと思って。うん。やっぱスマイネル軍団としてブルーで行こうかなっていう説もあるし、勝負の赤。もう持ってんだよ、持ってるのは。うん。それでいこうかな、みたいな。で、ブルーのネクタイ、俺、前、ちょっとなんか、忘年会やった、店に酔っ払って置いてきちゃって、それ取りに行かなきゃいけないから、今日。もうそれもそれでね、みたいな。そうそう。丸山の馬が全部20万ついてるなっていう。なんだっけ俺もそれなんか見たけど、やっぱ時計が、長距離の時計がいいからねっていう。うん。そこだよねっていう。そうそうそう。だから、ね、もちろん1着は目指すんだけど、ちょっとね、終わりましたってことで、1着は目指すんだけど、やっぱり、こう、なんて言うんだろう、無欲、でいきたいと思う、やっぱり。うん、無欲が、やっぱ一番いいかなって、まだまだ俺だって、JRA はもう新人馬主だし、ここから上り詰めていくってことだからなっていう。明日馬主席ないのかっていう、ないことはないんだけど、もう早物勝ちでなくなったら終わりみたいな感じだから、で、アーモンドアイも出るし、ちょっと早めに来てくださいっては言われてる。明日の次はいつ頃？多分ね、3節後ぐらいっていうふうに松山先生は言ってた。ただ、成績が、悪いと、優先権取れないから、ちょっと時間かかるかもっていうのもあるから、うん。で、うちの、ね、テンプスとの入れ替えもあるから、次の3節後ぐらいに、入れて、で、その次、気を出して、で、テンプスに入れ替えみたいな感じをちょっと想定はしてますみたいな。うん。そうそう。この差なくなった後だから、馬頭観音でお参りしてから受付来いよっていう。ほんと京都行くことがあったらね、リーチさん、やっぱ今までね、ここまで馬、いっぱいね、やっぱアドマイヤでいい馬を入れていただき、全体のレベルが上がりと。うん。やっぱそういったことに感謝。っていう、やっぱ同じ馬主としてね、やっぱそこは、ちゃんとこう、感謝申し訳ないっていう。だからもう、立地さんが馬頭家のいるわけじゃないと思うけどね。あそこは馬が、死んだ馬がいるとこだからっていう。うん。テレビに映るっていう。グリーンチャンネルでは映ると思う。うん。そうそうそう。石ひろむって引退するの。あ、そうなんだ。まあ、海老名ジョッキーもね、免許、まあ、長距離免許落ちたから、まあ、今はちょっと微妙だけど、まあ、そういうね、今、まあ、かつてのその、なんだろう、主役を張ってたというか、うん、ジョッキーたちは、まあ、続々とね、本当に豊さん、そういう意味でも本当すごいよねっていう。うん。そうそうそう。みんな、明日の11時は、ラジオ日経にチャンネルを合わせてねってことで、そうそうそう。まあ、ラジオ日経、もしくは、なんだろう、グリーンチャンネルで、ね、お願いしますみたいな。よっまあ、前哨戦じゃないけど、今日のね、まあ、あれを、この後の、まあ、ビオラも、ちょっと頑張ってほしいなとは思いますっていう。うん。そうそうそう。テンプス元気かっていう。まあ、ちょっとね、やっぱり、なんだろう、使うと、ちょっとこう、うん、前ばっかりで走っちゃうから、前足にちょっと疲れが溜まっちゃう、うん、感じで、まあ、その、次の転入に向けては、もう使わずに休養にさせようかなと思ってる。これ3番。3番です。後ろから行くんで、最高峰からぶっ刺すんで。そうしたら見てくださいね。まあ延長してるよね。延長、今日は1時間半ぐらいあります。1時間半ぐらいやろうかなっていう。そうそうそう、3番ね。8勝の11番連動な、まあ、ここはちょっとね、しっかりと差しが決まるような点かなってほしいなみたいな。終わりました。頼むぞ。係員が離れまして、スタートを切りました。まずまず揃った飛び出し。そうそう、一番良かったのは11番、レッドラスターです。そうそうそう、いい、そうそう、それでいい、それでいい。6番、坂田。前はね、こう盛んにね、そうそうそう、前はこうやってね、バチバチやってくれればいいんだよ。遊ぼう。中の方に7番、ベルビス。あ、いいね、いいね、いいね、岩永、また引っかかってる、引っかかってる、引っかかってる。それでいい、それでいいよ。うちには2番、大名ピット。ああ、でもね、前、射程圏内に捉えながら一段って感じだね。オッケー、オッケー。いけ、岩永。引っかかれ。ね、割と一段って感じだよね。首くらいのリード、ぴったりとついてきます。いいよ。今日なんか、彼はね、いい感じだよね。後ろに11番のレッドラスター。いい感じだよ、これ。めっちゃ。それを抜いてったのは2番、大名ピット。ついていこうとする10番のミラクルナイトの押し上げ、外からは3番、マイネルハレオ、最1、4番、スーリーズ、中段一塊、1頭離れて1番のマルクが単独11番手、3コーナーから4コーナーへ、どうなのこれ、坂ダッシュに8番、オーサムランが完全に並んでいます。オーサムランの方が手応え十分良さそうです。どういけるのこれ、ここはさせんのさせんのかさせんのか、前空いてないぞ、前空いて、そこで前、あれあ、来た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 よ、届かねえ、ミラクルナイトも最後に伸びています。届かねえ、これ。前、あかねえし、そして勝ってんの岩永ってこれ。この辺りちょっと際どくなった2着争い。どういうことこれ、マジで。7枠の8番。引っかかってた馬が勝ってんだよ、これ。倉富隆一郎に今日も手綱を託して、これで坂のコースは。なんだよ、今のちょっとへくったよ、これ、完全に。6戦2勝、2着1回。今日は2つの勝ち倉でした。今のへぐったわ、マジで。岩永さん、余裕勝ちじゃないですかっていう。1着7枠の8番、オーサムランでした。ほら、ここ1馬身半差で、誰が2着になっているんでしょうか。8枠、これ前、邪魔だって。どっち、あ、岩永、こっち、こっち、その外と内の方、11番で岩永。お前が邪魔してたのか、マジで。3番、どういうこと？マイネルハネオがその外での6位、そして坂田氏です。6位？嘘、なんで？5だろう？5でしょ？ 6 位って言ってた今。岩永のケツ見てたな。どういう状況やったかな。邪魔すんなよ、マジで。もうクソやけ、マジで。どういうこと？6位。5着でしょ？1万1000円でしょ？どういうこと？ちょっと待って待って待って。VV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 VIインコースには5番、遊ぼう。腰見てたら分かるだろう、君、すごい分かりやすい言葉、下手くそ、俺じゃん、これ、草競馬の俺じゃん、これ、もっと、頭下げろよっていう。後方3頭の広がりの国先生からのメール来た。6着、5着でしょ？5着でしょ？届かなかった、いや、届いてるだろ、今のは。飛び下りのリードぴったりとついてきます。8番王様ダン、7番ベルビサージュ、腰高い、俺より高いよこれ。現在順番5番手、それを抜いてったのは2名ピット。これでしょ、邪魔なんだけどマジで、相当邪魔なんだけどこれ。内から2投目3番マイネルハレオ3、1、4番スーリーズ。マジでやめて、お前が何どんな馬乗ろうが関係ないけど、俺の馬邪魔するってどういう状況やねんみたいな。3コーナーから4コーナーへ、6番サカダッシュに。なんか勝負に似てたから間違えました勝ち馬と。王様なんの方が手応え十分良さそうです。ピリアナも遊ぼうが3番手、ほら、うちの馬ここ、うちの馬ここ、もう横出すしかないみたいな、時計を回して、いや、インつくのもね、マットだ、ほらほら、ここからやっと飛んでくるみたいな、え、間に合ってないのみたいな、うん、スムーズさ書いたね、3個、おっ、来てるじゃないか、誰だよ、マジで、お前、誰これ、ちょっと6着とか言ったやつ、これ。ちょっとこれはもう訴訟問題、訴訟問題。マジで。3って、うちだよな、3って。おう。バカ、マジでこれ。誰だよ、まあ、ちょっと俺は6着ってやったら出てこいよ、本当に。これ、これ3ってうちだよね、これ。うちだよね。おう。誰実況バカ、マジ、佐賀競馬訴えるぞ、本当に。法廷だよ、法廷で。おう。バカ、1万1000円だもん。全然違うんだけど、本当に。おう。ビオラ、この後。うん、見る、もちろん見るよ。だから1時間半だよ、1時間半。うん、そう。しんちゃん、中央デビューした。明日、有馬記念の日。中山ロンレースが俺たちの有馬記念だよなって、そういう話をしてた。うん、そう。14年以上乗ってるのに、言わなかった。もう、君ら見てもわかるだろう。俺の方が、まだいいよね。本当に。うん。って思うんだけど。確定しました。あ、ちょっと待ってよ。お、ちょっと、あ、謝罪しと謝罪。2着、10番。5着間違えました、謝罪しと謝罪。3着、11番。5着。うん。これ、おい言えよ、だから。5着までちゃんと言えよっていう。そう。まあ、いいことで。うん。実況の人な、ちょっとこれ、もういい加減にしてくれよ、みたいな。そう。5着証券おいくら？11000円です。8は8掛けなんで、9000円ぐらいですっていう。そう。名誉毀損でなんか10万ぐらいのふんだったらかみたいな、そう。It's a green みたいなね、そう。あの歌いいよね、好き。うん。先に黒木言ったら、ほんま8万4000円だよ、本当に。もったいたら、本当に。そしたら中央デビュー4名、2枠4番、そう !2 枠4番。ちょっとね、本当は外枠欲しかったんだけど、まあでも逃げ馬だから、もうパーンと出て、先頭切って、もう立派に、俺ちょっと競馬ちゃんと中央ではやってるよってとこ見せてやろうと思って。うん。だからもうとにかく逃げる指示をなんとなく出そうと思ってる。うん。そう。1万1000円じゃ30分コースだよって、もうそれデリヘルじゃねえかよっていう。それなんか宮崎とかの結構地方の方デリヘルじゃねえかよっていう。1万の PC が入ってねえよ、そんなの。余計パフォーマンス落ちるわっていう。そう。ビオラってコーチ。いや、佐賀です。今も佐賀。うん。今のレースで、まあ、うちの馬が、5着ちょっと国先生に見てもらおうか。国先生からのメールです。お、ほらな国先生分かって、ほら。見てこれ。超かわいい。これ。ハレオ5着確保。デーペロってこれ。めっちゃかわいい、国先生。これ。なんかもう彼女みたい。かわいくないこれ。超かわいいんですけど、なんかちょっと。なんか返しとこう。なんて返そうか。ビオラも期待してますってことで。ちょっと待ってよ。ちょっとビオラも、期待しています。ちょっとまあ一応ね、その国先生のボケもあるんで、ちょっと一応草を軽く生やしておくみたいな。こんな感じこれ。ビオラも期待してます。W みたいな。これでいっとこうか。送信ってことで。送信。はい、送信しましたってことで。そう。岩永さん、腰怪我したんだから仕方ないだろう、竹田君骨盤骨折してバランス悪くなっただろうがっていう、それを言ったってさ、俺だって首の骨折っても別に騎乗スタイル慣れちゃんと取れてますよ。それはなんか、リハビリなりなんなりで何とでもなるんじゃないでしょうかみたいな。しんちゃんは黒木、金返せだから、金返せって言ってんだろっていう。5着でごちゃごちゃ言うなら5着だけでいいねっていうね。そう。逃げ馬なんだって。まあ、センスいいから、前に行けるよねって感じになると思う、マジで。うん。で、やったってことで、ね。そう。ちょっと戻りますけども。うん。騎手の文句言えっていう。まあ、もう、まあ、贅沢はね、まあ言いたいけど、ぶっちゃけハレオはあのやり方しかないんだよね。だから結局前が塞がるリスクはある。もうちょっとスムーズにね、いけたらな、もう一本早かったら3着とあったよねっていうのは、まあ確かあるかもね。うん。顔文字使えっていう。顔文字わかんないんで、これガラケーだから出てこないんだよっていう。そうそう。ビオラは相手強いが、強い馬が1頭。あ、そうなんだ。うん。ちょっとね、ああね、ビオラね、1枠1番ってこと。ほんとね、いや、この馬ね、まだ全然さ、園田でもやれるんだよ。でも、まあ、国枝先生にね、その走らない馬ばっかりで申し訳ないというところもあり、お願いしますという感じになりましたみたいな。そうそうそう。顔文字かわいい。かわいいよね。国枝先生なんかね、顔はかわいいっていう、そうそう。告白しようって。俺、男もいけますみたいな。そうそう、今言っちゃおうかなみたいなね。そう。ダブルいらないだろうっていう。いらないの今の。クリス先生もちょっと可愛かったから、俺もちょっとなんか笑っといた方がいいかなみたいな。そう。首の骨折るってどうなっちゃうのっていう。まあ、普通に身長が、低くなりました。うん。第7頚椎骨折を、レース中に、馬が、開放骨折しました。はい。で、予後不良。で、俺は首から突っ込んで、俺も救急車。うん、そう。この放送の後に日曜の競馬ブック買いに行くわっていう。ね、もっと、頼むよ。みんな、よく、読んどいて。俺ちょっとこの後また別の用事あるから、ちょっと家出なきゃいけないけど、みんなでその中山4レースをもうバリバリ穴開くほど見といて。うん。左上から似合うって。左上から似合うわけが、だから、ほんまや。もうこれはJRA の馬主の匂いですねみたいなね、そう。そのまま首がちぎれればよかったのに待つのって死んでまうわな、それ。でも俺よく、本当によく生き残れたなと思う。医者が言ってた。よく死ななかったですねっていう。マジで。やっぱそのもう頭から突っ込む、画像も映像も残ったから、まあ、それやっぱ見て、よく死ななかったよねみたいな、ところ。そう。馬死んだの松野せいでって俺のせいかな分かんないけど、もうだレース中だから、もう馬が折れて、馬がとか前足がパーン折れて、で、そのまま俺がクッポーンって前出されて、で、俺も死にそうになったみたいな、そういうこと。中央からの移籍、栄心、なぜか人気ないと思ったら新人だからか。あ、そうなんだ。その、ジョッキーが、どれか、これか、まあ、栄心もね、佐賀最近使い始めたのか、どこだっけ。あ、これ次のですか。このレースで、AC、これか、AC の推し。まあ、ちょっとね、でも、これは後ろついてきてるだけな感じがあるから、あ、でも、一勝してんだ。まあ、ね、しかも、障害なのかな、これ。ではないか。まあね、中央で一勝してるから、まあ、外強いは強いと思うけど、そう。ってことで、そう。青いネクタイちゃんと保管されて、電話はした。で、保管されてって言ったから、まあ、それ取り行くだけなんだけど、そう。生きててよかった。いや、ほんとだ、俺は、まあ、その時役年だったんだけど、役年ってやっぱやべえなと思ったけどな、なんか、ここで俺が多分、競馬の神様が、もうお前はもう無理かな、みたいな感じで思ってたら、多分、死んでたと思うんだよ。でも、やっぱり俺がこう生きてるってことは、お前頑張って、もっと馬主やって、中央競馬も頑張って、な時代にやっぱりこう刻めと、競馬ファンに夢を見させろと、いうことなのかなと俺は理解している。明日の中山は雨なんでしょ。あ、そうなんだ。まあ、どうなんだろうね。雨だとなんかどっちに転ぶかってちょっとわかんないけど、まあ、そのね、足元に対してあんま良くないから、まあ、ね、晴れてほしいなとは思うけど、スマイル軍団、ハレオで今年114戦、ビオラで115戦、オリオンで116戦、ゴーゴーで117戦っていう、もう毎日走ってます。はい。毎日何かの馬が走ってますみたいな、感じなんで、ちょっとね、頑張ってやってほしいなとは思うんだけど、まあ、ビオラはね、一番、本当、もう全然ね、前走、引き続き調子いいですよって感じなんで、タイム的にもね、多分ね、全然上位だから、やれるかなと思うけど、中央で勝っても差が来るのかっていう、まあ、全然あるね。まあ、結局、その賞金とか、その条件、勝ち星とかで、どこに入れた方が有利、不利とかあるから、まあ、それで差がに入れたんじゃないかなと。落馬といえば、昔、障害に乗ってた北村拓司騎手亡くなっちゃった。あ、そうなんだ。タクシーだっていうのかな、これ。ねえ、まあ、人はいずれ死ぬと。まあ、それ俺含めてね。だから、生きてるうちに、どれだけ華やかに、やっぱ咲いたか。そのなんか、人生の花を咲かせましょうみたいな、のなんじゃないかなとは思うんだけどね。なんか、あまりこう、なんか、我慢してやりたいこともやらなくてっていうのは、俺はなんか楽しくないなって、それで死んでいくのは嫌だなみたいな。まあ、彼女いないけど、うん。とは思ってるけどね。そうそうそう。松野の馬より俺の有馬の馬の方、馬券の方が大事だよっていう。まあ、それは個人個人でそう思うのは、俺は別に否定はしない。うん。ただ、スマイネル軍団として、やっとここまでたどり着いたぞっていう、その記念の日であることは、これはこれで大事かなとは思っている。うん、マジで。うん。パトカイセはビオラのこと、叩かれた分の上積みある、調教も良い、逃げれるかどうか。なるほどね。逃げれるかどうか。多分ね、逃げられると思う、このメンバーだったら。うん。まあ、外から来るかもしれないけど。っていうか、プラス、これ、体重の張り方の、プラス13キロで、前走来たのに、まあ、プラマイゼロっていうね。うん。ところは、どう捉えたらいいんでしょうかみたいな。まあまあ、マイナスよりは全然いいんだけどね。そうそうそう。このレース、国士さん3頭持って、まあ、前走もね、国士先生、5、6頭半分以上出してたから、ヒムカの黒馬賞ね、まあ、それに引き続き今回もね、B クラスでちょっと頑張れたらいいなとは思ってるけど、うん、そうそう、3番人気のオッズどう思うっていう、いや、まあ、妥当っちゃ妥当なんだけど、まあ、例えばね、1. 何倍っていう、そのオッズがつくかどうかって、まあ、それはちょっとね、また違うかなとは思うけど、うん、そうそうそう、だから内枠も引いたし、他の馬で、まあ、こいつぐらい前行くのって、うん、まあ、どうなんだろう、まあ、外枠だからね、普通に、まあ、実力で言ったらこっちが上なんで、まあ、譲ってくれるかなとは思うんだけど、そうそうそう、あとは全然もう前行かないから、うん、ね、まあ、こいつだけか、まあ、前走、前々走と勝ってるから、うん、まあ、この辺ね、ちょっと更新してみようか、うん、まあ、こいつが川島乗ってる、まあ、成功。ハーバーのマナさんかな違うか、うん、違うわ。うん。推奨4615と。で、うちの馬がまあ3番目に入りましたみたいな。まあ、ね、人気通りじゃんみたいな。そうそうそう。4と6。もう人気通りじゃん、これ。5だけだよ、5だけ。うん。そうそうそう。火曜日に松野の馬、川崎に走ってたよって言って、走ってたね、まあ、マイネルレブリーね。うん。まあ、ちょっと、宇野木先生が下手乗りでしたね、みたいな感じで、前詰まっちゃってみたいな。なんか、茂田ジョッキーって浦和ではリーディングかもしれないけど、なんかあんまり相性がいい感じがね、今んとこしてないから、もうちょっと、まあ、地元だとね、もちろんやってくれると思うけど、頑張ってほしいなと。次は、浦和の2日目、うん、の予定なんで。そこでまた茂田ジョッキーちょっと頑張ってほしいなとは思うけどね。うん、そうそうそう。まあ、ちょっと映像戻りますっていう。うん。まあ、ちょっとね、まあ、今日、まあ、ちょっと晴れをね、今、賞金持って帰ってくれたんで、ビオラもね、まあ、まずはそこを取っていきたいなと。うん、そうそう。JRA 勝つことが万が一でもあったら縮小が開いて、いや、それは開くよ、マジで。もうなんか、どうしよう。もうどうしようってなっちゃう。だから、もうどうしていいか分かんないってなっちゃうからね。うん。ただ、まずはデビュー戦だから無欲でいこうよって、うん、いう感じはしてる。そうそうそう。島田紳介が芸能界復帰するみたい。あ、そうなんだ。おめでとうっていう。まあ別にね、なんだろう。まあもちろん反射は良くない。うん。反射はやっぱ良くないっていうのはあるけど、暴力とかはね。うん。みそぎを終えたら、それは迎え入れるべきなんじゃないかなとは思うけど、まあ一応ね、吉本もなんかいろいろ大変だった。まあ、てか、うちテレビないから、まあ、ぶっちゃけわかんないんだけど、うん、そうそう。浦和の騎手はダメだろうって、まあダメかいいかはちょっとわかんないけど、浦和のね、一応免許でやってるんで、浦和の免許っておかしいか。浦和の場所会で、まあ一応入ってるんで、まあそこはちょっと手当とかでね、うん、まあ使わざるを得ないみたいな、そうそう。相性あるかもねっていう、うん、相性はね、うん、やっぱ、あるかなとは思ってて、まあ、地元の浦和だったらやっぱ浦和のジョッキーを使いたいなと思うんだけど、他場だったらね、やっぱ森泰斗とか、使ってみたいなとは思うんだけどね。そうそうそう。副賞ないのか。今回はどうなんだろう、ないんじゃないかな。前回はなんかヒムカの黒馬賞みたいな感じで特別レースだったから、ね、焼酎10本みたいな。なんか送料がめっちゃね、何万もかかるからって言って、全部国先生あげたけど、そうそうそう。勝ったら松野に祝電するわ。ああ、いいよいいよ、もう電話全然ね、ガンガン鳴らしてくれよみたいな。そうそうそう。女子のフィギュアスケートってなんかいやらしいよねっていう、どういうことみたいな。君のその見方がなんかすごいわっていう。そう、なんか性的な目で見ないでくださいみたいな。そうそうそう。浦和の福原騎手ってすごくなりそうじゃないって。あ、そうなんだ。うん。なんか、ね、新人だっけ。結構ね、追い方とかもやっぱ真剣に、なんとでもこの着順を1個でも上を確保してやるぞっていう気迫あふれる、そういうところね、なんか印象としてありますね。うん、なんで、そういうのはなんか馬主として見てても、ああ、ほんとしっかりやってくれるなっていう、うん、そういうところは茂田ジョッキーになんかちょっとあったらね、なおよしみたいな、そんな感じはするんだけどね、そうそうそう、まあまあ、まあ、南関東ね、そんな簡単ではないところもあるし、うん、ただ、入着してるとね、まあ、賞金ももらえるからね、それはありがたいなと思うんだけど、とはいえ、普通にそれでね、昇級しちゃうんで、で、今回 B クラスってことで、まあちょっとしんどいなっていうのは正直あるんだけどね。そうそうそう。まあまあ、そんなこと言ってますけどもっていう。まあ、まずはね、まあこのね、ビオラ、今ね、ちょうど映ってるけども、まあこいつがしっかりとね、明日のオリオンにつなげてくれればなとは思います。はい、そうそう。一回だったら、福原、なんて言うんだろう、案漢字読めない。機種を乗せてみようって。そうだね、機会だったら、ぜひぜひって。まあちょっとその、茂田ジョッキー乗れないとか。地元でみたいな、とかだったら全然乗せてもいいかなと思いますっていう。明日もレース後は出張移動っていう、いや、明日ないんだけど、まあ多分ね、もうほんとヘトヘトになってると思うから、寝ると思う、マジで。ね、ちょっと延長しましたってことで、まあちょっともうこれでいいかな。一回止めますってことで、延長は。なんで、まあ明日は多分もう見たら終わり。まあ一応、大原さんとか、バッキーとか。と、まあ、軽く話して有馬記念見て、まあ、変える感じかなと思うんだけどね。そうそうそう、いうことで。まあね、その、中央も大事だけど、やっぱ地方をね、しっかりとやっぱやった上かなと思うし、最近系の調子はどうですか？絶不調です。はい。もう、ただただ抜けゆく毛をそのままにみたいな感じで、もう、なんか、朝起きた時の枕の毛がすごい。何があったみたいな。なんか、獣が、通りましたか、ここみたいな感じはしますねっていう。もうさっきに引き続きね、田中純ジョッキーということで、はい、スマイネル軍団御用達になりつつありますっていう、福原舞男性騎手、あ、そうなんだ、舞って読むんだね、これでね、なんかキラキラネームですかみたいな、で、スマイルビオラ、田中純ジョッキーですってことで、だから、国津先生のところにもなんか面子を持ってこうかな。まあでもないんだけど、もうこれ、渡瀬先生と、あとは、誰だ、伊田先生かに渡したらもう終わりみたいな、品切れみたいな、また作んなきゃいけないね。ね、めんこちなみに1個、その基本、なんだろう、印紙代みたいなのでが、まあ、いくらかかかって、で、プラスで3枚頼んだら、1枚1万ぐらいだった、めんこ。で、3枚頼んで、今1枚はもう、松山先生に渡してる。で、あと2枚残ってるから、渡瀬先生と飯田先生にちょっと、まあ、最近全然その他いけてないから渡せないんだけど、あったら渡そうかなと思って。で、今後、スマイネル軍団、特に園田は、もう面子かぶるときは、もう勝負服、あの勝負服でみたいな。今年何個の忘年会出た？いやー、もうわかんない。2日に1回ぐらい出てる気がする。もうだどういう、金、木、水なかったかな。で、月だもん。月、中山。で、火曜日、東京オフィス。で、木曜日、福岡オフィス。金曜日、宮崎オフィスだよ。もう死んでしまう、本当に。もう死んでしまう。もうずーっと酔っ払ってるみたいな、なんかもう。死んでしまいます、本当に。なんでね、馬主としてちょっとね、生きなきゃいけないんで、お酒はほどほどにみたいな、そんな感じなんだけど、まあ明日もだから、なんか、ね、小原さんとマッキーと、なんか、ね、マッキー久々みたいな感じなんで、ちょっと忘年会やろうかみたいな話になると思うけどね、そのせいで抜けてるっていう、まあ、それもあるかもしれない、もう、アルコールが致死量ですみたいな、よし、行こうか。ねえ、ちょっと頑張ってほしいよ、ビオラもね、どうだろうか。叫ば第12競争はスノーホワイトショー B4 組 1400m のレースです。では紹介します。これね、まず1番スマイルビオラ。ビオラはもう素直だからね、本当に本当素直、マジで。田中純54kg。いや、王将は俺も糖質取れないから多分いかないと思う。別に餃子買わなきゃね、餃子皮もいで中だけ食べればいいんだけど、3番サスナシルビー453キロプラス4キロ。デミドタクト55キロプラマイ0キロね。体重0キロだったら4番センコーハーバー506キロプラス5キロ。川島拓56キロ。ただまあ後ろから行ってね、5番シラグランツそんな競馬場じゃないですよみたいな。95キロプラス4キロ。マイクビオラの方が絶対有利だと思うんだけどね。54キロ。どうだろうか。6番ワンダーリアス454キロ。それ見越して前の車がどんだけいるかってところはあるけどね。54キロ。だから7番ビースタップ415キロプラス12キロ。山下弘樹54キロ。あ、こいつじゃないか。どれだっけ？ 7区8番サチノマリアージュ541キロプラス8キロ竹吉徹50キロシラーグランツがどこまで809番栄心の星488キロプラス16キロ中原大成51キロあとはもうそして810番早めは仕掛けてくると思うから見られながらの競馬でビオラのいわゆる根性プライムタイムから来る根性で切れないけど足りないみたいな歩いているのが6番そこまでやれるかなっていう感じで454キロマイナス6キロ白毛限定レースっていうでもねあるあるある足限定レースってね確かあるよだからこのビオラの前走は今日は黒い馬限定ヒムカの黒馬だからそういうのねあるっちゃあるんだよねビオラ何レース目で逃げ馬って分かったのっていう分かったというか分からないというか前に行った方がいいよねみたいな感じはなんかね飯田先生にお願いするとほとんど逃げ馬になっていくというところは若干ね傾向としてはあるんだけど、そういう感じはありますよねっていう、ね、ビーナスもなんか前目だしっていうこれなんだっけそっか234着ね5着こんだけ離れてんだよこれこれなんでうちの馬6着ですかってこれどうやったら6着になるのこれおかしくないこれこれねこれちょっとだからいいやりですよいいやりこれことで0902296おいどうしたみたいなどうしたみたいなその後はみたいな惜しいってことねいや惜しくはどこに対してかな4着で5着ねちゃんとカッシッシュってことで072惜しいななんか俺の携帯番号だったらちょっとあんま大きい声で言わないけど09040160926ちょっといろいろなんか間違ってるんで詳しくはニコ生大百科に載ってますはい誰も消してくれないんでねあれねニコニコ大辞典だっけジェヌインのページに載せられてますはいそこに書いてあるんで連絡あるときはなんかおめでとうとか言いたいときはもうそこにかけてくださいいうことでねガバガバすぎるってガバガバすぎるってもう誰だよ書いたやつってましてそっちの方を疑いたいわみたいな12月22日12レースは第35回中島記念お楽しみになんだよこれ何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 これ新しい挨拶これ佐賀の挨拶これスーパージンガ誰だよっていう大百科更新されてないんで誰かもなんか更新しといてよなんかね最初の2頭もなんか馬の名前違うからあれちょっともう俺直すのめんどくさいしよかったらねオリオンでねこの日デビューとか最初の馬の名前はスマイルジャパンとスマイルムービーとかっていろいろなんか間違ってるからよかったら更新誰かしていただけると僕は非常に嬉しいです。あとできればコミュニティのところに場面募集のところもね誰かやってほしいけどもうなんかもうとにかく手が回らないもう働かないとうまく食っていけないんで必死ですっていうねということで一回ちょっとこれ音止めるけどそんな感じやなちょっとまた中央の軽く戻るか。いうことで、オリオンね、で、これちょっとね、一個だけ、ほんとね、納得いかないことは一個だけあるんだけど、ちょっと言っていいマジで。言っていい佐賀競馬公式 YouTuber のキャスター。あ、そうなんだ。青木里奈っていうね。あ、そうなんだ。なんか、ちょっとどういうお話をされる方かみたいなのわかんないんで、こんな感じでね、調教が、出てるんだけど、ちょっとこれ、言わせてもらっていいマジ。絶対これね、俺、なんだっけデイリースポーツにちょっとアンチが混ざってると思うんだけどマジで言っていいこれ本当はっきり言わせてもらっていい本当俺もうこれまだもちろんね自分が新人馬主なんでもちろん舐められてるってのは分かってるよそれはなんだこいつみたいなどうせすぐ辞めるんだろ潰れてみたいな分かってるよ例えばこんな感じじゃんね仕上がるとか気配平凡とか分かるよ動き上々とかね動き平凡とかね仕上がりよ分かるよこういうのはね、わかるじゃん。みんなちょっとよーく見といてよ。いいか仕上がる。気配平凡。動き上々。まだまだ。仕上がりよ。だよな。これわかるよなっていう。いいかよーく見とけよ。スマイルオリオン。いいここ横行くから。これ。横行く横。仕上がるもってなんだよ、これ。もって。これ。もってなんだよ、これ。これすごいなんか、他一頭もないけど、なんかこれ仕上がる、持って。何が不満ですかみたいな。これどういうことなあ、仕上がり良好、まだまだ、動きへも、わかるよ。仕上がる、なんで持ってこれ。持って。何が不満やねん、これ。デイリースポーツ。どういうことこれ。スマイルちんちゃん、生え際交代、やかましいわ、みたいな。やかましいわ、みたいな。仕上がるも、何みたいな。何が不満や、みたいな。仕上がる、もう馬の能力が足りないって言いたいんだろうって。だからそういうこと言っちゃダメだよね。だって、まだ一回も走ってない馬に対して能力うんぬんって言っちゃダメだよねっていう。そこだよ。未来に対して誰も、昔、大川慶次郎さんが、まあ、やっぱね、馬券神だから、まあ、この馬、今回はこうですねっていうことは、もちろんそれは言うんだけど、その馬の、この馬は将来性がないですねみたいな、その、わからない未来に対しても言ってしまったことに対しては、本人ものすごく謝罪してた。俺すごいそう覚えてる。まあ、クレームも入ってね。仕上がる持ってなんだよって、だからこれ。持って。なんで俺の名だけやねんって、これ。しかも、デイリースポーツ、マジで。アンチかよ、これ。仕上がるも、馬主はハゲである。そう。だそういうことも考えられちゃうじゃん、だって。でしょだそれが、納得いかないんですよ。あ、ちょっと待って、映像大丈夫 ?2 分前か。これ、超納得いかないんだけど、マジで。目立たずよりもマシだねって、こんな目立ち方したくねえよ、だから。こんな目立ち方ってあるかよみたいな。何この仕上がる持って。何が不満やねんみたいな。まあ、だったらまだ目立たずの方がいいわ、これ。まだまだとかね。何やこれ仕上がる持って。何が不満やねんみたいな。すごい、悲しかったです。はい。もう、心が傷つきました。はい。これもう、なんだろう、侮辱罪にはなると思います、これ。ネオティブハートだっけっていう。何やそれ。急にどうしたみたいな。スマイルオリオンね。大川慶次郎、この馬は勝ち運がないんですね。っていう。とかね。なんかちょっとこの、なんか合理的な感じなのかどうかわかんないようなことを、やっぱね、言ってはダメだよみたいな。そういう話ですみたいな。現にハゲ取るわけやから、そこは仕方ないだ。ハゲって書いてないだから、別に。仕上がるもハゲってどこに書いてんだよ、だから。その話をしてんじゃないよっていう、調教の診断なら仕上がってるなら仕上がってるでいいじゃない。そうだなだってこれ、ほら、ね、仕上がり良好とかさ、仕上がり上々とかさ、あるじゃん、仕上がり、これね、別にそれでいいじゃん。仕上がるとかね、もう100歩譲ってよ。仕上がる、馬なり一緒じゃん。しかも、もやのために計測ので仕上がるよ。仕上がるも。これどうよ、マジで。ちょっともう悪意感じるよね、これ。仕上がるも、毛が抜ける。そういうのも来ちゃうよね。場合によっては、みたいな。それを言ってます。追いはげ出遅れたけど、来てやったぞっていう。ね、ありがとうってことで、明日、有馬記念の日に、俺、JRA の馬主としてデビューします。はい。中山4レース。2枠4番、スマイルオリオン号でデビューしますんで、明日よかったら見といてあげてくださいみたいなね、1分前と思って。まあ今日は、今、晴れ岡まずは5着、賞金1万円持ってきましたってことで、それに続き今度ビオラ1枠1番と。まあいい成績を収めてね、明日につなげてほしいなとは思いますんで、で、井田先生もね、応援してますって、メッセージくれて、見ときますんでって言ってくれたんで、もういろんな人が本当注目のね、まあレースになるかなとは思うんで、まあ楽しみよね。本当。いや、本当楽しみ。もうこの流れ止めたくないって感じはする。最近テンプスも頑張ってるし、この流れだけは止めたくないなと。飯田、俺が選んだ馬。まあそうだよね、本当に。だから俺もそれを言ったら、飯田先生が選んでくれた馬なんで、絶対下手はないと思いますと。なんで、中央でもしっかりやれるところ、しっかりと見せるように。頑張りますっていう、そんな感じ。テンプスの足大丈夫っていう、まあちょっとね、よくはない、ぶっちゃけ。だからもうレースは使わない、1ヶ月ぐらいね、使わないし、まあトレッドミルとか、マシンでしばらく回していく感じにしようかとは思ってる。買ったら誰が賞を受け取るのっていう、買ったら、このレースはもう国先生かな。明日はもう当然俺行くから。明日は100円買うよって、ありがとう。もう俺もその気持ちだけで本当ありがたい。ただもう金額じゃないから、もう気持ちだけ入れて、オリオンを応援してやってほしい。まあ今日のビオラもね、松野お前の馬明日出走だぞしてたって知ってるよ。だから俺知らんかったって言ったらどうなんねん。時々最近ね、地方の馬だと、あ、そういえば走ってたっていうのはぶっちゃけある。うん、そうそうそう。うん、今年の馬は中央何頭っていう。今年の馬は中央1頭。うん。まあ一応なんだっけな、バトルプラン3区。うん。あれを入れようかなとは思ってる。うん。そうそうそう。次いつ北海道行くって、いやー、3月一応、まあ仕事だけどね。うん。で、5月にトレーニングセールで、まあ、国先生と恒例の、飲み会を開き、うん。で、井田先生、私先生も恒例の飲み会を開きみたいな、まあ、そんな予定をしておりますっていう。うん。俺も買うよ10円っていう。10円馬券ね、どこで売ってますかみたいな。そうそうそう。スマイルジュピターはどうなってるんだ。あとプロバイドはね、もう入居してる。うん。で、多分、農研今週走って普通にもう仕上がってますって感じだったんで、多分ね、年明けのなんか2週目ぐらいのレースを目指してやってる感。うん、そうそうそう。俺も馬券10円分買いたいっていう。まあ、ちょっとそれ飲み行為に当たるかもしれないんでね。うん、なんか100円の馬券をとりあえず10人で分けてくださいみたいな。そうそう。令和で出走するのはスマイルオリオンだけだったっていう。令和で出走する。どういうことみたいな。ああ、まあそうなのかな。まあ、来年も令和だけどね。そうそうそう。テンプスも、それにね、追いつくようにやってきますよっていうふうにね。よってことで、スノーホワイト賞。1枠1番です。はい、1枠1番ってことで。うん。そうそうそう。プロバイドまだ8月の酷使するんだよ。いや、酷使はだからしてない。うん。だからもう休業を、もう、だから3走予想したら3ヶ月。3走予想したら3ヶ月。もう中央馬並みに大事にやってる。それがもう結果にもつながってるからね、よかったなっていう。うん。人気は佐賀のコースは2002勝、通算6勝。あ、そうなんだ。それ大丈夫なやつ？先行ハーバーから。それ大丈夫なやつから言って。先行ハーバーは、この距離は初めてです。先行ハーバー。そして、その先行ハーバーから、佐賀で7戦6勝、負けたのは前走の 1800m の3着だけという6番ワンダーリアスへ。そんないるんだ。そして前走の移籍初戦を勝って兵庫からの通算では2連勝で3勝の1番スマイルビオラと佐賀では4勝通算10勝3番サスナシルニー。負けたの1回だけって、それちょっと初耳なんですけど、少し離れて JRA で6戦1勝の9番、栄心の星、あるいは佐賀で6勝通算8勝、5番、シラーグランツと人気は続くようです。枠入り9頭入って残りあと1頭、最後は10番ゲート、佐賀では5勝、通算では12勝の実績、サウスカントリー、第12競争。枠入りが終わります。係員が離れました。いくぜ、スタート。はい、決めて、おーしゃー、いいよ、いいスタート。一瞬遅れた6番ワンダーリアス。先行争いは4番先行ハーバー。行こう。主張。逃げるのは先行ハーバー。あれ、主張しないの？7番控えるの？タップ。なるほど。後方には1番スマイルビアラ。中の方に6番ワンダーリアス。後位の大外10番サウスカントリー。これはどういうことですか？コーナーワークでいく感じ？まあまあまあ、でも溜めてるね。でもいい、切れないよ。晴れよじゃないから、これ。晴れよじゃないから、切れないよ、大丈夫？全然悪くない。箱だし、悪くないけど、切れないからね。スマイルビオラで3番手、6番。切れはないからね。多分垂れないけど切れはないよ。今3番手から2番手の外、2番手集団が3頭の塊。いいよ、ついてってるよ。ビッグアースもついてってるよ。7番、ピースタップ。一気に抜くのは3番のサスナーシルに。いいポジション取っている。2番、前邪魔。後方2頭8番。前邪魔よ。また詰まるのやめてね。棚順また詰まるのやめてね。コーナーワークで打ち行こうか。打ち行くの。前さばける。前をどいて。よし。いいよ。だから前どけ。そこはどうなの？いけよ。頼む。4番先行ハーバー東のリード。6番ワンダーリアスが首差で2着のようには見えました。かぶったこれ、砂深いとこ行ったこれ、首差残したようには見えましたがどうでしょうか。砂深いとこ行っちゃったよこれ。首差残して逃げ切って4番先行ハーバー、今日の川島拓に手綱を託して佐賀のコースは3戦負けなし。なぜ逃げぬ？通算では7回目の勝利を挙げています。なぜ逃げぬこれ。まあでも B でもよく頑張ったな、これ。なぜ逃げぬ、ここ。あ、よし !3 着な、3着。馬券は持ったぞ、馬券は。馬券は持った。あ、やばい、やばい、くだ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 よ、くだ、くだ、くだ、ドン、ドン。よし、よし、馬券は、馬券は、はい、馬券はキープです。馬券。頑張った。離れた5着は、馬券頑張った。な、B でも通用する。ほら。おマジで。お3着。お頑張った。B クラス。ほんとな。よく頑張った、マジで。なんか、あ、ちょっと待って、国先生来た。ちょっと、電話出ていい？うん。あ、もしもし。あ、どうもです。どうもです。頑張りましたね。まあ、この辺でしょうね。そうですね。はい。B でも、全然。あ、ぜひぜひ、ありがとうございます。良い年をお迎えください。ありがとうございます。はい。ほら、この辺でやれてるじゃん、これ B クラスでもちゃんと。おー。531、531。うん。ね。32,000、ほら。なあ、手取りで25,000ぐらい。おー、そうそうそう。白い馬券。何みたいな。そうそうそう。餌代に足らず、全然足んない。お全然足りませんみたいな。そうそうそう。あっさりっていう。まあ別にね、勝ったわけじゃないからね。そうそうそう。32,000。もう32,000ってどうやって餌食わすのっていうね。打ち込められ続けたね。まあ確かにね。ちょっとやっぱ砂深いとこ行っちゃったかなって。あの止まり方は完全に砂。うん。砂の深さ。うん。枠順恵まれたね、恵まれたね、うん、まあ、枠順恵まれたのか、それともちょっと閉じ込められた感もあったよねっていう、両者ビジネストークで、いや、まあ、ビジネストークで、まあ、国先生だね、もう普通になんか、時間あるときは、まあ、その、何、それに店の前とかね、もう飲んで、超立ちみたいな、さあ、ああいうメール来ちゃったりとかね、するからっていう、うん、しんちゃんよかったよって、ありがとう、よかった、何がだろうみたいな、そうそうそう、25,000、まあ、それぐらいかなって、8掛け、8掛け、うん。かっぱ寿司豪遊っていう、まあ、それで言ったらね、この餌代どうすんだっけ、馬のみたいな、うん、そうそうそういうことで、まあ、いうことでね、ちょっと、じゃあ戻るんだけど、印とかも出てんだっけ、予想、うん。まあね、印はまあ、もらえるほどはね、甘くないのはもう分かってる、中央で。おあついてるおい、誰だこれ大石川大二郎、長い名前が、ついてる、なんか。お誰これセンスあるこいつ。おう。ついてた。おう、みんなついてたこれなんか。おう。誰こいつ誰だこいつ知ってるおう。手綱を押さえてたように見えたんですが、あそこまで下げなくてもっていう。ねえ、まあ、どうなんだろうちょっとハレオと間違えたのかなみたいな。そうそうそう。おうこの2頭は質的に抜けてたからしゃあないっていう。まあね、でもほんとよく頑張った。そうそう。おう誰これ大石川大二郎。印ついてる。おうびっくり誰あ何これ顔出し NG。うん。マジで。あるってことだよな、これ。おやっぱ砂川、いや、もう差がめっちゃ深い。空が深い。お明日楽しみ。いや、楽しみだ、これ。ほらあ !5 番って評価。おほら、バンバン入ってるよ、4番、これ。おほら。マルチだから、お前、頭あるぞってこと、これ。おい、マジかよ、これ。オリオン。普通にまたの相手、これ。うん。誰、この大石川大二郎って。これ。おびっくりした。ついてる。うん。間違えて押したっぽい。マジで。間違えたのこれ、誤爆そうそう、知らん。大石川ヘボで有名で。ヘボなのかよ。まあ、ヘボでもいいわ、もう。あ、ちょっとなんかあるかななんだこれ。まあ、なんかあんまり。特にコメントはないけど。うん、そう。大石川。なんか、大川慶次郎、なんかちょっと、なんか似てないみたいな。うん。そう。逆髪の多い人だ。まあ、でも、20までじゃないから、そういう意味でも。うん。そう。まさかのお前、ちょっとマジで、いいのそんないただいても、印。ほんと。競馬糸にも印した。マジでちょっとキャプって開けて、キャプって。もう、シャメ取って、なんか開けて、シャメ取って。後輩と狙いなら人気薄で買うやん100円っていう。まあ、後輩となのかなちょっとわかんないけど、うん。ねえ、マジで。やったねー。印もらった。そう。まさか自信じゃねえよな。俺どうやってこれ登録すんだよ、これ。そう。ごは、あ、どこまで言うんだよ。つくねだよ、これ、本当にもう、半年に1回劇中やばいって、本当ね、ちょっとなんか、ハレー彗星となんか、来るの周期が一緒ですみたいな、そうそうそう。印って金で買えねえよ、だから、金ねえから、そもそも買う金は、そうそう。心眼で、漢字読めない、これ。見抜く予想し、大石川っていう、なんか、方形になってますけど、大丈夫ですかっていう。うん。トースポの情報頼むやん。あ、そうなんだ。うん。どうなんちょっとわかんないけど、まあ、ね、9番が強いのは、まあ、なんとなくわかるでしょう。ただ、いただきました、これ。印。うん。これちょっとなんか、良くないこれ。他のちょっと見てみようか。一応4が入ってるかどうかみたいな。印なくても入ってる可能性は、ね、まあ、なきにしも、まあ、ないんだけど、まあ、それは入らないよねっていう、そうそうそう。三角、そう、三角入りました、1個。いや、何にもつかないより全然いいだろうみたいな、マジで。そうそうそう。名前長すぎだ、出世つけてきて、長えよ、これ。33ですっていう、そうそうそう。酒の銘柄みたいな名前って、まあ、確かにね、大川、慶次郎みたいな、なんかそのなんかほぼほぼなんか似てるみたいなね、そうそうそう。大石大二郎って近鉄みたいな、あ、そうなんだ。もうなんか名前はいいんだけど、あ、でもこれ、プロの解明とか見れるかな、これ。うん。でもこれ、新馬戦だからね、結局出てこないよね、これね。まあまあ、これね、大石が大二郎みたいな。コンピューター予想。これ出て、そうだよね、コンピューター予想ってだってこれ出るわけないじゃんみたいなね、これ。だってもう前走なんもないんだもん、これ。何を根拠に行くんですかみたいな。うん。になっちゃうね、これ。そうそうそう。マジかよ、これ。明日何人同伴で行くのっていう。大原さんと、マッキーと、あともう一人。うん。まあ、もう一人は会社の馬好きな人みたいな感じ。うん。松の川ハゲ次郎、やかましいなみたいな。別にそこ並べなくていいからみたいな。いうことで。やったねっていうことで。これは、掲示板とかなんか出てんのかな、情報とか。まあ、ないか。40頭ってことね。あ、そうね。登録40頭あったから。うん、そうそうそう。投票がね。うん。新馬戦のや予想意味あんのかって、あんまないと思う。だって、データがないんだもんだって。うん。馬主席で見るの。一応ね、だから、席はもう、出走馬主でも、もう有馬の日だから、ごめんなさい、早馬の勝ちですと。うん。だから、早めに来てくださいとは言われてる。うん。買うとすれば仕上がりの良さと、ボーラの新馬成績くらい。まあ、そうだよね。まあ、そりゃそうだ。でも、ボーラも個体差があるから、まあ、どうにもっていうのはあるけど、やっべえ、マジで。オッズ的にはどうなの？うん。顔の写真もない人とか怪しいの。まあ、別にそこでね、期待、なんかね、大喜びってわけじゃないけど、まあでもないよりはいいじゃん。単勝もね、19.8、まあ予想オッズだけど、全然いいよね。いや、なんかこうね、例えばこれ100何倍とかね、なったらもうちょっとあーってなるけど、なんか、あるよね、これ。うん。隣がペガサスでオリオンに打つみたいな。オリオンザーみたいなね。茂会長ですみたいな。そうそうそう。ねえ、オッズもまあまあ、指示はされてますっていう。うん。全身ワークマンで馬の席行ってもいいのってダメですね。はい。もう、なんだろう、上下スーツじゃないともう入れませんっていう。そうそう。有馬記念っていう。有馬長いもんレース、有馬みたいなね。そうそうそう。高いオッズ。まあね、オッズは非常にね、全然なんか現実的な。うん。戦えるおついただいてるんでね、ありがたいなとは思うけど、そうそうそう。中穴ぐらいかな。全くないってことはないんじゃないかなとは思っている。うん、そうそうそう。うるせえよいってことでね、まあ、C ひろみでしたみたいな。ワンチャンだろうが、ツーチャンあるだろ、これ。印をまさかね、いただいてるとは思いませんでした。うん、そうそうそう。副賞どれぐらいつく？どうなんだろう。これぐらいだと、まあ、2、3倍はつくんだ。もっとつくか。全然つくかも。こんだけいるんだからね。そうそうそう。4レース前で、ハゲーって叫んだら、俺なってやめろよ。だから、もうそういうことやる。オリオンって言ってくれよ。オリオン頑張れ、野中って。そっちだろっていう。馬主はいいからみたいな。そうそう。スマイルの副賞とアーモンドの愛の副賞、どっちがいいっていう。まあ、それはね、馬券的にはもううちでしょう。アーモンドの副賞なんてもう 1.0 倍とか、ね、しかも人気投票も入っちゃうから。うん、そうそう。なんで負担重量違うのっていう。まあ、新人だからです。はい、乗ってるジョッキーが。これ、どっかで見れないのかな？こっちか。うん。これで見たらわかるんだけど、乗ってるジョッキーが、どうだっけな。これも乗ってないかな。まあ、そうか、JRA の方見ればいいか。うん。こんな感じで。ななこちゃんが、マイナス2キロ。うん。山田ジョッキー、これなんだろうな。これがマイナス3キロかな。うん。で、もともと牝馬が54キロで、ボバが55キロからのスタートで、うちは野中ジョッキーが星でマイナス、1だから54キロか、うん、となってます。はい。そうそうそう。だからこれマイナス3か、3キロか、うん、ちょっとあんま俺もよくわかんないんだけど、まあ、そういう減量の、はい、順番ですみたいな、そうそうそう、あと8分、ありがとうございますって、うん、有馬見ないのって、まあ、一応見ていこうとは思うけどね、うん、まあ、その時のテンションと体力が残ってるかどうか、もう朝だって、7時にもう現地いないと、席ないかもしれないって言われたら、もう行くしかないよね、まあ、だから6時出発の、って5時起きのみたいな感じだから、もう今日も酒飲めねえし、そしたらね、それで行くしかないよみたいな、うん、さすがに明日くらいは応援してやるわ、スマイル、ハゲ、ガンってことでね、ありがとうということで、いや、頑張るよ、本当に、ね、どこ行った、こいつか、うん、初めてのね、まあ、中央、まあ、そして、やれることはやったよ、ここまで、本当に、まあ、人馬ともによ、あとはもうこいつの潜在能力にかけるしかないかなっていう。うん、とは思ってる。そうそうそう。今、パチ屋にいるけど、松野の配信見たらすぐ当たったって。もう、なんか、ちょっと運持ってくのやめてもらっていいですかみたいなね。そうそうそう。スマイルオリオンが星になったってことね。そう、なんか、JRA、園田の星になりましたみたいな。これね。そう。なんか、縁起がいい感じがね、あるんじゃないかなと思うんだけど。うん。寒いから暖かい格好していけようっていう。まあ、そうだね。まあ、スーツ、で、まあ、コート、まあ、羽織ってみたいな。ただ、まあ、ちょっとね、気持ち的にはもう、常夏の暑さみたいな。思いがちょっとね溢れちゃう感じで、でも俺ちょっと泣いてしまうかもしれない、なんか感極まって、もう自分の馬が中央のパドック、まあ、もちろん、プロバイドの時もかなり感動したけど、やっぱ自分がこう中央馬主として、その勝負服を着てっていうところまで来ると、やべえってなると思う、うん、多分ね、そうそうそう、開門9時でしょ、いや、7時半、有馬の日7時半になります、うん、朝起きれるのか、朝はね、強い。うん、っていうかね、3時間でも目覚めちゃうから、多分そこは全然大丈夫なんだけど、うん、寒いから頭にかぶってけよって、まあちょっとね、こう、髪をこう寄せてあげて、持ってあげるみたいな、そうそうそう、うん、何日を楽しみ、いや、楽しみ、ほんと、みんな、テレビない人はラジオ日経、なんだ、ラジコ入れて、スマホに、聞いてくださいと、で、グリーンチャンネル入ってる人は、もちろんテレビで応援してほしいなとは思いますっていう。うん頭皮が寒いって、まあ、頭皮もね、まあ、身も心も寒いけど、この競馬でアタックだろうぜって、そんな感じそうそうそう。誰か応援幕なんかあるかなあったら俺もうほんとちびるんだけど、マジで。ただ、今から作るのって絶対的に間に合わないよねって。なんかもう、あれ、なんか A4 の紙に、もう A3 とかの紙に手書きで書いて、なんか貼る、それぐらいしかできないよねみたいな。そうそうそう。ずら忘れてるっていう。ずら俺なんかもうなんかかぶってみたいな。なんか部屋では帽子取りなさいみたいなね。そんな言われるかもしれないみたいな。そうそうそう。配信まで落ち着いていればワンチャンあるって。いや、そんなね、なんかバカな馬ではないとは思ってる。さっきも言ったけど、調教師の先生の、まあ、コメントとしては、非常にその、まあ、センスがあるというか、感性のいい馬。うん、だからバカ馬じゃないから、そこはいけると思うんだけどね。うん、そうそうそう。今から入場門の並んでこいって言ったって、まだやること今日あるよねって仕事普通にありますけどみたいな、そっからっていうね、そうそうそう。生まれ席でどの辺にあるのって、生まれ席はね、どこって言ったらいいんだろう、パドックの斜め向かいみたいな、そんな感じ。そうそうそう。明日は通行証だな。いや、通行証だね。だから、早めにでも通行証すら出ない可能性もあるって。もういっぱいすぎて。あと3分。ありがとうございます。まあ、2分かな。うん。スマイネル軍団で応援幕作ったらクレーム来そうって。いいじゃん、やったって。昔、園田ね、出してくれてたよ。だから、どんどん出そうっていう。うん。船橋商店駅、気温6時5度。もう、ここへじぬまっていう。そうそう。松山先生の評価高いなっていう。まあ、全然いいよ、本当に。うん。なんか競馬ブックとかもっとね、評価よく書いてくれてるみたいだから、あると思います。はい、そうそうそう。明日松の左襟にバッチが輝いてるのか、まあ、左襟というか左のポケットね、に、まあ、バッチ輝いてますね、みたいな、うん、ところはある。そうそうそう。馬主は入り口も違うのか。まあ、一応ね、関係者通用口があって、そこから入っていくんで、まあ、皆さんの買い物ダッシュを内側から取ることもできます、みたいなね。そうそうそう。パドックは行って、一応、まあ出走馬主のところでちゃんと腕章をつけて、まあ、そこでちょっとこう野中ジョッキーとも話もしつつ、まあ、松山先生と本当は今日までというか今日からありがとうございますみたいな、ここまでね持ってきてくれてっていうのを、まあ、お礼を言いながら、まあ、レースを見るかな。うん本当ね、デビューする馬としては、このスマイルオリオン、最高の馬、本当に、まあ、井田先生のご協力もあって、用意することできたなとは思ってるんで、もうあとは本当、だからやれること全部やった。まあ、ジョッキーは松岡ジョッキーじゃなかったけども、でも、やれることは全部やったと思ってて、うん。だから、もう、残すは、本当、松山先生も言ってたけど、もう馬のもう潜在能力、もうこれにかけるしかない。うん。だから本当、あとはもうそれだけ。だから無事であとは回ってこいというところ。うん。もうのみかなとは思ってる。うん。なんで、もう本当ね、あとはもう、あっという間だから、もう70数秒で終わってしまうんで、うん。皆さんもね、ぜひ、その瞬間、見逃さずに応援よろしくお願いしますということでね、明日の、中山4レース11時5分かな、発送ですということで、はい、皆さんよかったら応援よろしくお願いしますということでね、馬の情報をツイッターで流してます。配信情報もツイッターで流しますんで、よかったらそちらもご覧ください。こんな感じで今日は終わります。明日みんな